富士は、豆か富士族の鶴聖楽屋を目本で、日本の固有種。花が咲く時期には、富士棚が、観賞観光の対象となる。日本では、同族のものに、山富士 W ブラキービトリーズがあり、時に混同される。また、島富士 W シネンシスなどの国外の種も、栽培されることがあるが、日本では、本種が用いられることが大半である。 落葉性の鶴製の木本。鶴は左巻きになり、当初は褐色の短毛を密生するが、後に無毛になる。葉は長さ20から30センチメートルになり、奇数上複用で、小葉は11から19枚に達する。個々の小葉は長さ4から10センチメートル、狂乱形で、先端は突き出し、そのまた先は丸リい。基部はほぼ円形をしている。 花質は草質で薄く、縁は滑らかとなっている。花期は5月で、花序は枝の先端に出て、下に垂れるように伸び、時に100センチメートルにも達し、多数の花をつける。その花数は時に100個を超え、開花はその花序の基部側から先端に向かって数日かかるので、その初期には、花序は綺麗な桃園水型をなす。花序の軸や、 小花柄には白く短い毛が密生している。ツとは狂乱形で、長さ1.5ミ、mm、リメートルほど、小花柄は、長さ15から25ミリメートル。花は、紫から、淡紅色、いわゆる藤色である。額は湾型で、列片は5、その内上の2つが、やや合着し、彩花のものが一番大きいのはこの属の特徴であるが、本種では、彩花の列片は、 胸三角形で先端が長く伸びている。旗弁はほぼ円形をしており、計10から1 3ト、mm、ル先端がわずかに突き出しており、基部は心形となっていて、短い爪状突起があり、玄部の基部の中央にはひだがある。ちなみにこの旗弁の基部の突起は、翼弁を抑えることで、旗弁がしっかり立ち上がるようになるという意味がある。翼弁は、 竜骨弁とほぼ長さが同じで、長さ15から2 0ト、mm、ル、やや長い爪状突起がある。有髄は10本あり、左右2分に分かれるが、旗弁の側の1本は、理性し、長さ13から1 7ト、mm、ル。頭下は、長さ10から 19cm、幅2から 2.5cm もあり、強闘欄型で変形になっており、表面には、 ビロード状の短い毛を密生している。その下皮は、厚く、熟すると木質化して、硬くなり、冬になって乾燥すると左右の二辺に裂け、それぞれがねじれて、種子を飛び散らせる形で散布する。種子は、円形で扁平、計11から12ミリメートル、褐色で光沢がある。鶴は木に巻きついて登り、樹幹に広がる。直射日光の刺す場所を好む。 工実性植物である。果樹は長くしだれて、20センチメートルから80センチメートルに達する。花は薄い紫色で、藤色の色名はこれに由来する。他の豆花植物同様、夜間は葉をすぼめる。藤の和名の由来には、定説がないが、一説には、本来、歴史的金遣いでは、藤と書かれ、風が吹くたびに花が散るので、 吹き散るの意であるという。漢字表記の、唐は、本来は、中国産の種であるシナフジを、中国で指導と表記したことにより、日本でこれを省略して当てたものである。富士という字そのものは藤本、すなわち鶴瀬で、木本製の植物を指す言葉である。別名に、野田富士があり、これは、摂津国の田村の地名に由来する。かつての野田村は、吉野の桜。 高尾のもみじ、野田の富士と言われるほど富士の名所であった。日本産の富士は固有種。日本では、本州、四国、九州の温帯から団体に、低山地や、平地の林に分布する。低山地や、平地の林園、崖、林の中などに普通に見られる。本州は高木に巻きついて登り、その樹幹に葉を広げる。その枝は、 高木の葉を被って、日光を遮り、また幹は、樹木の幹を締め付けて、肥大成長を阻害するので、樹木は、成長を阻害され、時に枯死する。種子散布に関しては、上述の通りに乾燥すると鞘が二つに劣化し、それぞれがよじれることで種子を飛ばすが、この際の種子の飛ぶ力は大変なもので、当たって、怪我をした人が実在するという。 また寺田寅彦は、種子が10メートルも飛んだのを目撃し、それについて随筆を書いているとのこと。富士の所属する富士族には、日本、中国と北、アメリカに合わせて6種が知られ、そのうちで日本に自生するのは本種の他に以下の種がある。富士と山富士は、鶴の巻き方が異なるほか、違いは以下の通り。なお山富士は、 京都や奈良県、滋賀県には見られないので、古代に富士とされるものには、山富士はほぼ含まれない。中国産の品富士 W シネンシスも栽培されることがあるが、これは山富士に似たものである。アメリカ産のアメリカ富士 W フルーテッセンズも稀に栽培され、やはり過剰は長くならない。他に別属であるが、夏富士マレティアジャポニカがある。 全体に似た植物ではあるがずっと小柄で、7から8月に紅白色の花を咲かせる。系統的にも富士族と特に近縁なものと考えられている。富士は古代より親しまれてきたもので、色としても富士色が通用する。そのために富士の特徴に類似する特徴を持つためにこの名を持つ植物は数多い。いかに代表的なものを挙げる。 なお、フジアザミサーシウムパープラタムや、フジバラローザフジゾネンシスなどの場合、富士は富士山のことなので、本種とは無関係である。ちなみに、富士シ田モノクサウルムマキシマビックス部は、富士でも終わり富士である。他のツル性植物同様にミングの素材とされてきた。ツルは丈夫なもので、これを編んで椅子やカゴを作ることが行われ、 また繊維を取って利用されても来た。紀伊半島では、イカダ流しの変イカダにも使用された。こちらは、大きな負荷がかかることから、立ち上がって林木に絡んでいる部分は、強度が弱いとされ、地面に張っている部分が使用されている。繊維から布を折ったことも知られている。 この藤布を衣服としたことも知られ、主に庶民が用いるもので、江戸時代までは仕事着に用いられた。ただし、平安時代の貴族では、喪服の時のみ藤衣を着用したという、鑑賞用に用いられることも多い。平安から鎌倉にかけては、松の緑を背景として、そこに絡まって咲く藤の花の美しさが鑑賞の基準とされ、様々なところに、 そのような記述が見られる。例えば枕草子の八十四段には、めでたきものとして、色あひ深く花房長く咲きたる、藤の花、松にかかりたるとある。これを栽培する歴史も長く、庭の藤をめでる言葉は、万葉集にも見られる。強い日当たりを好むため、公園や庭園などの日光を遮るものがない場所に、木材や竹。 鉄棒などで藤棚と呼ばれるパーゴラを設置し、木陰を作る場合が多い。天外に藤の鶴をはわせ、開花時には隙間から花が垂れ下がるように咲く。変異性に富んでおり、園芸品種が多い。一切藤として、鉢植えや盆栽用に流通するのは、樹高50センチメートルくらいの一歳物の藤である。日本で有名なものに、 亀戸天神社、牛島東下園や長泉寺及び旧伊豆神社、足利フラワーパークなどの富士がある。大阪府の旧野田村は、野田富士と呼ばれる富士の名所で、牧野富太郎による命名のきっかけとなった。玉川に鎮座する春日神社には、野田の富士跡一渋みがある。富士は、同族の種の中で、その過剰が、 極めて長いことなどの点で干渉価値が高いため多くの栽培品種が生み出されて藤棚を作るためによく用いられている。また山藤とそれから生み出された栽培品種は切り花や初栽培でよく使用される。品藤は乾燥に強いためにアメリカやヨーロッパではより多く栽培されており日本でも栽培されることがあり、例えば 宮崎県宮崎市の大白富士はシナ富士の天然記念物である。アメリカ富士は栽培されることが少なく、現地の北、アメリカでさえ富士の栽培の方が多いという。花は、加食で、シロップ漬けや天ぷらなどにすることができる。ただし他の豆科植物同様にレクチンを中心とした、配糖体の毒性が含まれており、多量に摂取すると吐き気、嘔吐。 めまい、下痢、胃痛などを起こす恐れもあるため、あまり食用には適していない。加熱されていない種子は食中毒の可能性がより高くなる。その他に、樹皮や鞘には、ウイスタリン、種子には有毒性アルカロイドの一種である、七神、藤波という語は、富士の花が波打つ様を指す言葉として、古くから用いられたもので、例えば万葉集には、 富士を読んだ歌が二十七種ある中で十八種までが、これに触れたものである。藤原の姓は、中富の鎌足りが、天智天皇から六百六十九年に賜ったものとされるが、その由来は、彼の出自である、大和国高市食の藤原に由来するとも言われ、春日山の富士は、春日神社がこの一族の氏神であったことから手厚い、保護を受けたとも言われる。 藤の花や葉を図案化した、家紋、藤門があり、十大家門に数えられているほど多くの家に使用されている。ありがとうございます。